どうも MJ です。今回は俳優オーディションに着ていってはダメな服装3選をお教えしたいと思います。俳優を目指している、本気で俳優になりたい、そこのあなた、憧れの夢絶対に叶えたいですよね。俳優はオーディションに受からないと始まらないんですよ。なのでどうにかしてこのオーディションを皆さん受かりたいと思ってると思うんですけれども、実はオーディションは最初の10秒で決まります。つまり演技よりも立ち振る舞いだったり外見が見られるんですよね。まあしかしどんな服装で俳優オーディションに行けばいいかがわからないですよね。MJ も俳優昔やってたんですけれども、オーディション何着てばいいんだろうみたいな感じで全くわからずに悩みました。ですが今は MJ はオーディションの審査員をやってる側なので、どんな方が受かるかとかめっちゃわかるんですよ。オーディションで絶対着てはいけない服装ワースト3が実はあるんですけれども、皆さんこれ知りたくないですか？特別に教えたいと思います。最後には特典パートもご用意しました。プラスアルファでオーディション対策の情報もお教えしたいと思うので、これが気になる方は動画を最後までぜひとも見てください。さらに皆さんにプレゼントもあるので、よかったら最後のプレゼントも楽しみにしててください。ちなみに僕の動画ではこういった芸能の攻略情報を毎日投稿しております。俳優さん、声優さんの募集などお得な情報を流すこともあるので、見逃さないようにしてください。見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録もしとくと良いと思います。前提としてオーディションには2種類あるよっていうお話をしたいと思います。まず1つ目が芸能事務所に入るためのオーディション、2番目はもうすでに芸能事務所入ってる方とか、もしくはフリーの俳優さんが仕事を受注するために受けるオーディション、この2つがあります。でまず1番目の、事務所のオーディションの場合は、自分を PR できる服ならば何を着ていっても良いです。自分をよく見せることができる服なら OK って感じですね。次はじゃあすでに芸能活動をしてるよって方が現場に行っても仕事取るためのオーディションの時の NG な服装を紹介していきたいと思います。まず1番目こちらですね。スタイルがわからないブカブカな服装、これは NG です。これなんで NG かっていうと、審査員のイメージが全く湧かないから NG なんですよね。例えば MJ が審査員をやったとして、俳優さんが来た時にブカブカの服装で来られるとスタイルがわからないんですよ。で、体型がわからなかったら、ちょっとこの今募集してる役とイメージが合うかどうかわからないなってなってしまって、もう審査員からするとストレスなんですよね。しかもこいつ分かってねえなって思われちゃいます。なのでブカブカな服とか自分の体のラインが隠れてしまう、そんな服は NG です。できれば自分の体のラインがしっかり見える、もう自分の体型に合った服を着ていくのが一番良いです。続いて2番目、ブランドのロゴが入ってる服は NG です。これね、無知だと思われます。スポンサーに嫌われる可能性とかがあるんですよね、こういうことをしてしまうと。特に、皆さんテレビとか見てて思いません？バラエティ番組とか見てると、ペットボトル飲むときになぜかラベルが剥がされてる。あれなんでラベル剥がされてるかっていうと、ロゴとかがテレビに映ってしまうと NG だからなんですよね。で、これはスポンサーが絡んでくるんですよ。実は、芸能活動をする上で皆さん知らないと思うんですけれども、制作費とか皆さんの給料ってスポンサーのお金、宣伝広告費ですね、こういったお金が使われてるんですね。だからつまりはスポンサーが一番偉いんですよ。うちの商品を宣伝してくれみたいな感じでこう制作費とかを払ってるわけですね。って時にだ、なんか自分の商品じゃない他のブランドのロゴとかがテレビに映っちゃうと、いやいやふざけんなって話になってしまうんですよね。ここの話はね、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、知ってる人は知ってる話だと思います。なので、とりあえず皆さんは、ブランドのロゴとかが見えるのが NG なんだっていうのは覚えておいてください。はい。で、そういったロゴがついてる服をオーディションに着ていってしまうと、オーディション審査員がこの人は芸能界のこと知らないんだな、無知なんだなって思ってしまう可能性もありますし、たまにこういう状況もあるんですよ。ビデオで撮影されてたオーディション風景、その風景をこう、なんですかね、スポンサーが見てた時に、この人別のロゴ着てるじゃんみたいな、ライバル会社のロゴじゃんってなってしまうと、あなたは嫌われてしまう可能性が高いです。なので、ブランドのロゴが入ってる服だけは絶対に着ていってはいけません。これは覚えておいてください。これはオーディションだけじゃなくて、例えば現場に行く時も同じですね。撮影現場にロゴが、入ってる服着てってしまうと、あなたはカメラからもう映されなくなってしまいますので、気をつけてください。せっかく映りたくて行ったのに全く映らないっていうことが起こってしまいます。続いて3番目、役のイメージとかけ離れてる服装は NG です。例えば、じゃあ募集してる役が高校生役でした。高校生役のオーディションなのに、ちょっとオーディションだからめっちゃ決めて、バキバキに決めて、オーディションに行こうみたいな、これ実際にあったんですよね。はい。高校生の役なのに、ちょっと、多分モデルの子なんですよね。モデルの子が、ちょっとおしゃれな、大人っぽい服を着てきてしまったんですよ。その結果監督から、いや、あなた高校生でしょ、なんでそんな大人っぽい服着てるのみたいな感じになってしまって、まあ、めちゃくちゃイケメンで、めちゃめちゃおしゃれだったんだけれども、イメージと合わなくなってしまって、落とされる。ってことがあったんですね。まあ、なので、本当に気をつけた方がいいです。どんな役を募集されてるのか、相手が何を求めてるのか、どんな人材を求めてるかっていうのを日々考えることが大事ですね。ということで、今日の動画は以上です。ご清聴ありがとうございました。この後は特典パートもあるので、よければ特典パートも見てみてください。特典パートは今の NG の服装をお話ししたんですけれども、プラスアルファで、こうやったら受かりやすくなるよっていう攻略法もお教えしております。服装関係ない話もあるので、もう服装のことで分かったよって方は、ここまで見ていただければ、この後は見なくて大丈夫です。で、僕の動画ではこういった芸能の攻略情報を毎日投稿しているので、よければ皆さんコメントか高評価いただけたら僕のモチベーション上がって毎日投稿頑張れるので、よければコメントか高評価お願いいたします。あとね、コメントくれたら皆さんのコメントとか質問にお返ししたいと思います。では、ここから特典パートですね。オーディション行くときに、まずじゃあこれですね、おすすめの着ていく服の選び方をまずは教えたいと思います。まずは、どんな役を求められているのか考えてみてください。例えば、さっきも言ったんですけれども、高校生役を募集しているのであれば、そのイメージが湧くような服、高校生が着そうな服、むしろ学生服を着ていくみたいな感じで、PR になる服を着ていくのが一番良いです。例えば、じゃあ、運動ができる子の役を募集してたとしましょう。ってなったら、じゃあ、運動神経いい人を探してるんだなって思うじゃないですか。例えば、書類の中にまず、特技に野球とかね、サッカーとか書くのもいいんですけれども、もう具体的にユニフォームでオーディション行っちゃってもいいですよ。自分は現役高校生で野球部に所属しています。なので、今僕が所属している野球部のユニフォームで PR しに来ましたって言って、オーディションで堂々と行っちゃえばいいんですよ。そしたら、オーディション審査員は、もう目で見た瞬間わかるんですよ。僕最初も言ったんですけれども、オーディションって最初の10秒が勝負なんですよね。って時に、ガチャって開けた瞬間、野球部の服着てきたら、あいつ野球部の人だってわかるんですよ。それめちゃくちゃ有利なんですよね。だから話を聞く前から、この人はもう、じゃあ運動できるで、そのところはチェックつけられるんですよ。はい、合格みたいな。あとどんな人なんだろう。演技ができるんだろうみたいな感じなんですよね。で、演技ができるかどうかは、もう後で決まるんですよね。まずは役のイメージに合うかっていうのが見られます。ちゃんとじゃあ、募集している条件に合う子かなみたいな感じで、そこがクリアできて初めて演技なんですよ。だからまずは、例えばこんな感じで、ユニフォームで行くとか、役のイメージが湧きそうな服で行って、オーディション審査員に、まず見た目で合格させる。その後に演技で勝負する。こんな感じです。ということでね、ぜひともどんな役を求めてるのか、どんな服を着ていけば、もう一発で、あ、こいつそうだなって思われるのかっていうのを考えるのが大事だと思います。で、大事なのはやっぱりね、何回も言ってるんですけれども、相手が何を求めているか、これを見極める力が大事です。で、これがある人は俳優として成功するっていうお話ですね。これはオーディションだけじゃなくて、現場に行ってもそうなんですよね。現場に行った時に、監督が求めてる芝居をとっさにできる。これができると、あ、この俳優さんは頭がいいなーって思われるので、めちゃめちゃおすすめです。皆さん、オーディション受かりたいですよね。だから、もうこの力を身につけること、めちゃめちゃ大事なんですよ。で、相手が何を求めてるか分かるようになる方法、もしあるとしたら皆さん知りたいんですよね。実はあるんですよ。この後はね、特典パート2番目は、この相手が何を求めてるかどうか、これを、この能力を鍛える方法をお教えします。それは、YouTube を本気でやることなんですよね。YouTube は、相手が何を求めてるかだとか、需要を読む力とか、セルフプロデュースとか、そういう力が鍛えられるんですね。実は。あとは、見せ方ですよね。自分の服装とかもそうですし、自分の表情とか、自分の格好とか、全体的に鍛えられるのが YouTube なんですよ。ね、実際に視聴者が見て、視聴者がどういう意見を持ってるんだろうっていうのをコメント欄から確認することができたりします。ついでにファンもできちゃったら一石二鳥ですよね。はい。ということで、今この動画を見てね、この自己プロデュース力とか、相手が何を求めてるのか、需要を読む力欲しいなって思った方にプレゼントがあります。この動画見てね、YouTube ちょっと気になった方に、実は僕、MJ の YouTube 講座っていう別のチャンネルやってるんですよ。これは YouTube の攻略情報を発信するチャンネルです。よかったらね、このチャンネルぜひとも見てください。これはね、YouTube の攻略法であるとか、需要を読む力だとか、マーケティングに特化して発信しているんですね。はい。で、一旦見てみてほしいんですよ。自分にできそうなら YouTube に挑戦してみれば良いと思います。で、これが、できなそうだなって思ったら YouTube 見て勉強するだけでも全然効果あるかなって思います。ということで今日の動画は以上です。特典パートまで見てくれてありがとうございました。